こんにちは、元オリンピック日本代表の森高弘です。本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画のポイントはこちらになります。この動画のポイントを意識しながら日頃の練習に取り組んでいただけたらと思います。本日は背泳ぎの腕の回し方についてご紹介させていただきます。本日の腕を回す動作っていうのは、この背泳ぎでは脇を広げるとですね、腕の回し方の部分っていうのはすごく言ってきましたが、本日はこの体をまっすぐにした状態で、この手を回したこの肩からこの手のところの部分をいかにこう動かさないで回すかっていうところを、このドリルでご紹介させていただきますが、内容的にはですね、この、ビート板がここにあるようなイメージ、もしくは天井を触るようなイメージで、手を少し最初のフィニッシュをして、この手を上げるときにこの手をぐっと引き上げてあげると、ここで引き上げてきますから、そこから手を入水したときに手が入りやすくなってきます。で、ここのところをしっかり引き上げる。その時にはできるだけ肘のポイント、肘を少し伸ばすようにして手を回してあげるとスムーズに泳げてきますので、この2人組でやるときは天井のところの部分を意識する、ビート板をですね、置いてあげるとイメージしやすくなりますので、ぜひやってみてください。皆さん、YouTube チャンネルのご登録はお済みでしょうか。森高弘塾は水曜日、金曜日に定期動画を配信しております。ぜひご登録をよろしくお願いいたします。